1.9 キロ、諸帯岳まで行きます。諸帯っていう意味わかりますか？はい、わからないです。そうです、青森とどまつのことです。あの大葉と大葉つがないかけちまらの違いって知ってる？葉っぱの、実がくの字につくかまっすぐ下がるかの違い。これくの字に下がってるんで大葉たけしまらんです。たけしまらんっていうのはまっすぐ下がるんです。実が、あや微妙だ。本当よく見るとキュキュってなっちゃう。大きさじゃない違いだっけ。これつるりんどうの実って面白くて、花子咲くと、中からビローンと出てくる。下みたいね。そして、花びらが散るから実だけ残る。まだまだだもんね。まだまだ。9月下旬から実が出始めるかな。いぶきゼリもどき。ただね、不思議なことにいぶきゼリっていう植物ないのさ。なんでもどきっていうのはおかしいんじゃないかなっていう。着きました。頂上らしくないけど頂上です。晴れてたらなんとかなるんですか？晴れるともうすごいですよ。あ、そうですか。ありゃー、ここはもう360度見えるのね。裏岩手全部見えますんで。あれ残念だね。もう一枚。あ、ありがとうございます。はい。はい、はい、行きます。はい、ありがとうございます。ちょっと見えてきましたね。隠しちゃったらいけないから、しわくちゃうから。おお、あれが秋田駒ヶ岳。秋田駒ヶ。あ、秋駒見えるよ。あれ。あれ？あの大きいやつ。秋田駒ヶ岳。真ん中あたりに行こう。で、松ぼっくりこれ1年目。松ぼっくりは2年で普通の松ぼっくりになります。来年来るとこれがちゃんとした松ぼっくりになって、ホシガラスが食べるようになります。はい、じゃあもし準備できた方からどうぞ。今日はガスって遠くは見えなかったんですけども、夏から秋に変わるところを、見てもらえたんで良かったのかなと思いますね。秋の花結構まだ咲いてましたんで、まだまだ大丈夫ですね、見れますね。もしいい時は皆さんいらしてください。